第1試合30分一般勝負を行います。赤コーナー173センチ、 91.7kg、 リングスジャパン、成瀬正幸。青コーナー187センチ、 108.5kg、 リングスオランダ、ディック・フライ。レフリー森井裕樹。さあ第2試合です。ディック・フライ対成瀬正幸、レフリーは森井裕樹さんです。今何か要求してますね。何かし、リストバンド、リストバンドですね。はい、それぞれのコーナーの色に合ったリストバンドをそれぞれするんですが、まず成瀬に赤を渡し、青はビッグフライです。さあどういう対戦予想されますか。そうですね、やはり、まず成瀬選手から仕掛けていくでしょうね。フライをかなり挑発するような、試合になるんじゃないですか。あ、そうですか。はい、多分、フライを遅らせるような、ファイトを望んでると思いますよ、成瀬選手は。過去ディック・フライが94年5月仙台での戦いです。テクニカルノックアウト勝ちを収めています。 TKO 勝ち、それ以来2年半ぶりです。成瀬正幸も随分強くなってますからね。そうですね、ニュンジー選手がね、次々とフライボール達成してますからね。そうなんです、ディック・フライは現在日本人になんと7連敗。これはとても信じられないことですが、7連敗確かにしています。前回が高坂、その前は永井、さらには田村、前田、そして山本、前田と、ご覧のように坂は登れます。7連敗8連敗なるかという。成瀬も自分で止めたくはないでしょう。おーっと、これディフェンスした、これブロックしました、そしてバックを取る、速攻ですか。フライの場合は膝蹴りが怖いですからね。膝蹴りから小手ですね。はい、最大にして最強の武器です、ビッグフライ膝。このロープ際ですか、逃げます。ちょっとポジションが悪すぎました。2人の今日の計量ではリックフライの方が 16.8 キロ体重はウエイトは上回っています。まあ、16.8 キロというのはかなりの体重差ですよね。はい、この格闘技においてはもう一発入ればそれこそ倒れますよ。バックステップあるいはスウェーで今キックをかわしました。見切っています。おっと、呼んでいました、タックル、ロープを掴んでいけません。いいタイミングでしたよ、ね。はい、キックをスウェーでかわしてすぐに足の引き際にタックルですね。バックですね。まずは胴を締める、そしてその足を伸ばす、首を取りに行きます。あ、エスケープです。フライもこのロープ際での戦い、この辺はポジショニング頭に入れています。いい調子ですね、成瀬選手。そうですね、これは今ブロックしましたか。ブロックしました。あと、いいコンビネーション、左に発、そして右の、あ、ダウンだダウンだ、右のローでダウンを喫しました。多分にバランスを取られたというダウンだったんですが、ダウンには違いがありません。十分落ち着いています。今のダウンどう見ますか。やはりタイミングだと思うんですけども、上に振ってのローキックですね。ダメージ的には基本的なコンビネーション、ダメージ的にどうでしょうね。おー、飛ぶないぞ、このあーと腕だけでブロックしようしました。飛ぶない、さあ膝が前に上がっていきます。そして最後はハイキック、アバンチで受けてしまいました。成瀬正幸大丈夫か、意識はあります。落ち着いています、片膝を立てます。まあ、手一本入ったって感じありましたからね、物にはもらったらですね。ツーダウンを喫しました。ロストポイントアイツ、さあ今度は成瀬の番だ、今度は成瀬の番だ、膝、そして小手、巧みにディフェンスしています。この辺は防いでいます。フライは今、おーとボディに入った。今のはいいボディが入りました。なかなかよくディフェンスしていたんですが、ボディに最後一発入りました。ニックフライ、これでロストポイントは両者とも4ポイントずつになりました。ロストポイントは9ポイントまでは許されます。10ポイント先にポイントを失った方が敗れます。正面、そしてボール徳光入りました、ね、あ、これは完全に入った。これは立てないかもしれない。いやいやいや、この顔大丈夫そうです。日本
しかし段は3つです。段は3つです。ザックブロー、そしたら1個フライの表情が今少し変わった。あのボディブロー有効ですね、ダルセンさん。そしておでこに眉間に膝が食い込みました。フライはダウンは2つですが、ロストポイントはご覧のように6つになりました。さあ両者とも6つずつ。おお、ダブライド、これまた立てないかもしれない。一気に強めましたね今のは。大丈夫かなるせ、立てない、立った、ロー、もうダウンはできない、なるせ、ダウンはできない、ファイナルダウンです。なるせはダウンの数を完勝した。これ以上受けたら危ない、危ないですね。バートボディブロック、強烈なボディ、首投げ、いや投げられなかった、潰された。アブロックですね、下からのアブロック、これはあフライのエスケープです。フライのエスケープ、2人のポイント差は1ポイント、わずかに1ポイント。しかしフライにもう鼻血入れましたね。あ、鼻血ですね、はい、整理しておきましょう。ナルセにはもうダウンは許されません。もう4つもダウンしました。エスケープは1つだけできます。そしてフライの方は1つダウンができます。まだ2ロストポイントが許されます。再開いたします。さあバックフロー、先ほどもこの攻撃からいい対戦になりました。ロープを掴んではいけません。ディックフライ森田リーがエスケープを取りましたね。これでポイントを並びました。これで両者のポイントは一緒。これで両者のポイントは一緒です。次のダウンのファイナルダウンです。鼻血は止まっていません。さあ突っ込んでいく、回転してからのタックル、足首どうする、あーこれもエスケープ、さあもうリックフライ後がありません。次のエスケープでもファイナルダウンとなります。フライはもうエスケープができません。ロープを使いましたね。ダウンだ、これはダウンだ。試合終了でしょう、試合終了でしょう。え、違いますね、違いますね、ダウンではないのか。森レフリーが何言っています。レフリーはダウン取ってませんね。今のはダウンではありませんか。うーん、微妙なところですね。おそらく倒したときに肘入りましたよね。それの反則を取ろうっていうのが大変なんですかね。倒れたのはダウンではないと、はい、さあ両者とも納得しました。あー、どうだった、これはダウンですね。試合終了です。これダウンです。いやー、最初のダウンと同じ場所箇所ですね。6分16秒、ナルサマサユキ敗れました。テクニカルノックアウトでディック・フライ選手の勝ちでございます。両者とも後がないところまで行きました。最後の最後、もうフライの勝負強いところを見せましたね今日は。いやー、ナルセもですね突っかかってきましたよね最後ね。そうですね、ただちょっと焦ったかもしれません、彼は、もう少し落ち着いた仕掛けがあっても良いと思います。はい、あれだけエスケープを重ねていたディックフライですから、はい、エスケープ狙いでも、まあ、考え方としてはそうですね、ナルセの気持ちとは許さないかもしれませんが、考えられたわけですよね。はい、とりあえずこれでフライは連敗です、ね、あ、そういうことになりますね、はい、日本人相手の連敗もストップしました。あ、しかし今時計は7分台でしょうか。凄まじいダウンの応酬、エスケープの演習がありましたね。はい、6分16秒 TKO です。ビッグフライ、ナルセ正幸を下しました。まあ、ナルセ選手ちょっと気迫が空回りしたという形ですかね。そうですね、ナルセ正幸にとりましてはこれは雪辱ならなかったということになります。試合終わったんですよね。ここしかり、はい、試合、うん、なんかねよく覚えてないけど、
もう俺は花からグランドウィークス村山何回かエスケープ取ったけど、俺も最初からあいつにはもう打撃でしか行っていなかったから、まあ今回はもう打撃で行きたかったから、それにもう気が済んだから、あとはもうじっくり。あいつはほら今は結構落ち目だから、普通にグラウンドで勝っても面白くないんですよ。で俺はもうあいつは試合決まった時から打撃で決まったんで、打撃で勝ってもう何も言わせないようにしようと思ったから、ちょっと贅沢言い過ぎましたね。グラウンドで焦がしてやるのはもう簡単なんですよ、あいつグラウンド弱いが。でもそれじゃ面白くないから、あくまでも打撃でちょっと職人がこだわりって言うんですかね。